わけありで激変した、昭和と令和のお菓子を知っていますか？パクパクパク。お、霊夢。何食べているんだ？ポテトチップスよ。コンソメパンチ味が好きすぎて、止まらないのよね。美味しいよな。私は幸せバター味が好きだな。何それ、食べたことないわ。確かに昭和時代には存在しなかった味だからな。時代遅れって言いたいのかしら。他にも、昭和時代に比べて、様々な変化を遂げたお菓子はたくさんあるぜ。そうなの？どのようなお菓子があるのか、気になってきたわ。だよな。そこで今回は、訳ありで激変した、昭和と令和のお菓子を7個紹介していくぜ。視聴者の皆様も色々意見があると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目は、ポテトチップスだ。では、先ほど紹介したポテトチップスについて紹介するぜ。まずは、昔からトップブランドとして君臨しているのがカルビーポテトチップスだよな。カルビーポテトチップスって、いつからあるの？1967年に当時の社長が、アメリカの食品店で売られたポテトチップスに目をつけたんだ。なるほど、アメリカのポテトチップスが、きっかけだったのね。でも、最初はカッパエビセンが売れてたから、後回しにされたみたいだぜ。カッパエビセンの勢いがすごかったのね。でも、その後1971年にカッパエビセンの売り上げが下がりだして、新商品が必要になったんだ。そこで登場したのがポテトチップスだぜ。いよいよ、ポテトチップスの出番なのね。それで、1975年からポテトチップスがスタートしたんだ。最初は全然売れなかったんだが、1976年に一新して売り出した結果、一気にトップシェアに躍り出たぜ。なんで急に売れるようになったの？それは製造年月日をパッケージに刻むことを始めたからなんだ。消費者には好評で、より新鮮なものを買うという購買意欲につながったぜ。鮮度がポイントだったのね。さらにパッケージには、今でもおなじみの、ジャガイモのキャラクターも登場したぞ。正式な名前はないんだが、ポテト坊ややジャガイモくんって呼ばれているぜ。あのキャラクター、名前ないのね。また、1976年から、CM に14歳の藤谷美和子を使ったんだ。100円でカルビーポテトチップスは買えますが、カルビーポテトチップスで100円は買えませんあしからず。っていうキャッチコピーで一世を風靡したんだ。あの CM は印象的だったわよね。それに加えて、新しいフレーバーもどんどん発売されて、1978年のコンソメパンチは爆発的にヒットしたぜ。ここでコンソメパンチが生まれたのね。今でも大人気だわ。だな。カルビーポテトチップスは長い歴史の中でいろんな試練を乗り越えて、今もトップで君臨しているんだ。続いて現代の、ポテトチップスを紹介するぜ。ポテトチップスはシンプルながらも、味のバリエーションが豊富で、早くからフレーバー開発が進んだんだ。きっかけは何だったのかしら？1978年に発売されたコンソメパンチが大ブームを巻き起こしたからだぜ。それがきっかけで、ポテトチップスもフレーバーによる差別化競争が本格的に始まったんだ。コンソメパンチの成功が影響を与えたってわけね。今では醤油マヨやフレンチサラダもレギュラーとなって販売しているぜ。さらにそれ以降は、地域限定商品も多数販売しているんだ。地方特有の味を大事にして、それに合った商品を作ってるってわけだな。なるほど、地域ごとの味を楽しめるのはいいわね。北海道では北海道バター醤油、東海では白醤油などがあるぜ。食べたことがない味だから、興味が湧くわね。そうだな、住んでる人には普通だけど、他の地域の人にはちょっと珍しい味だよな。旅行などで、その地域に行けば手に入るから、買ってみてくれ。でも、どのくらいの種類のポテトチップスがあるのかしら？常時50種類以上、限定商品を含めると年間で100種類程度も販売されてるんだ。多すぎよ。これが好みの多様化を促進してる一因でもあるんだが、逆に商品の寿命も短くなってきてるぜ。どうしてかしら？新しい味がどんどん出てくるから、一つの味に飽きたら、また新しい味が欲しくなるんだ。それで商品が入れ替わりやすくなってるってわけね。二つ目は、ハッピーターンだ。ハッピーターンも昭和から令和にかけて変化したお菓子だぜ。そうなの？変わったように見えないけど、昭和のハッピーターンを教えてくれるかしら？だな、これは1976年に発売された、歴史あるお菓子なんだ。楕円形で細長いせんべいで、とっても美味しいぜ。美味しいし、食べやすいわよね。でも、特徴はそのせんべいにまぶしてる粉だよな。確かにそうね、粉って何が入ってるの？それが、ハッピーパウダーって呼ばれてるんだ。原料は砂糖、塩、アミノ酸、タンパク化水分解物が入っているぜ。癖になる味がするわよね。それが、アミノ酸をいくつか入れてるから、ちょっとした魔法のような複雑な味がするんだ。だから、魔法の粉って呼ばれることもあるぜ。
ああ、食べたくなってきたわ。私もだ。一度食べたら、ハッピーターンの虜になるっていうやつもいるくらいだ。続いて現代の、ハッピーターンを紹介するぜ。ハッピーターンがどのような変化をしてきたか、気になるわね。2009年にはハッピーパウダーの量を通常の2倍にしたハッピーパウダー 200% ハッピーターンなんてのも出たぞ。そうなの？それは食べてみたいわ。さらに、2010年にはセブンイレブンでハッピーパウダー 250% ハッピーターンが登場したんだ。多すぎよ。パウダーがもう、すごいことになってるぜ。あの魔法の粉が大量についた、ハッピーターンを食べれるなんて幸せね。ハッピーターンのファンは、たまんないだろうな。今はもう販売してないみたいだけど、2005年にはシャカシャカハッピーも発売されたぜ。粉とせんべいが分かれていて、2つ合わせて振るんだ。なるほど、様々な種類のハッピーターンが生まれたのね。それ以外にも何かあるの？2014年には、なんとハッピーターンアイスってのも出たんだ。それってどんな味なの？ハッピーターンの味がアイスクリームと絡んで、絶妙な味わいになっているぞ。なんだか、面白い組み合わせね。最近では、2022年にローソンが亀田製菓とコラボして、唐揚げくんがハッピーターン味になったんだ。唐揚げくんがハッピーターン味って、どんな感じ？合うのかしら？魔法の粉と唐揚げのコラボレーションは、とても美味しいぜ。他にも、ハッピーターンの飲料の飲むハッピーターンオレも出てるんだ。なんだかユニークな組み合わせだわ。最新のハッピーターンはコラボが充実して、せんべいの枠をはみ出しているのね。その通りだ。2023年3月には新商品ハッピーターンスパイスが登場したんだ。第2のハッピーパウダーを目指して、約20人もの技術担当者が携わり、新たなスパイスを作ったぜ。ハッピーターンのライバルとして登場したみたいだ。魔法の粉のライバルなのね。どのような味なのかしら？ハッピーターンの中で使われるスパイスが8種類も組み合わさって、病みつき感を底上げした唯一無二のパウダーになってるぞ。それは面白そう。ぜひ食べてみたいわ。美味しくて、ついつい食べ過ぎてしまうんだ。コラボや進化を繰り返しているハッピーターンに今後も注目ね。3つ目は、ハイチュウだ。ハイチュウってお菓子は知ってるか？ハイチュウ？チューイングキャンディのお菓子よね。正解だ。1975年に発売されて、当時は箱入りで販売されていたぜ。1986年には、現在と同様のスティックタイプで発売されるようになったんだ。はじめは箱入りで発売されていたなんて、知らなかったわ。この時に食感もソフトになり、人気も急上昇したぜ。あと、今ほどではないが味のラインナップも多かったんだ。昭和時代にはどのような味があったのかしら？今でも人気のストロベリーやアップル、オレンジ、グレープフルーツがあったな。ストロベリーは昔からあったのね。そうだな。今ではたくさんの種類が増えたぞ。そうなの？どのような種類があるのかしら？まず、ハイチュウプレミアムが登場したんだ。従来のハイチュウよりもワンランク上のハイチュウとして人気になったぜ。プレミアムって、何が変わったの？私のように上品さを追求したハイチュウなんだ。マリサは上品でないわ。失礼だな。こだわりの果汁を使っており、もちもちとした食感があるのが特徴だ。ハイチュウプレミアムは大人向けって感じで、人気になったぜ。なるほど、大人の味わいがあるのね。他には、ハイチュウミニが登場したぞ。これがまたカラフルで可愛いんだ。ミニだけど酸っぱい味が癖になるぜ。ハイチュウミニ？食べてみたいわ。一箱で4つの味が楽しめる上に、一緒に食べると味が変わる点も人気になった秘訣だ。2013年には、さらなる進化があったぜ。中と外の層を逆転して、フルーツ感をアップさせたんだ。逆転って、どういうこと？濃厚なフルーツの味わいの層を外側にしたんだ。これまでは中にフルーツの層があったのを逆にしたのね。噛んだ瞬間からフルーツ感が、すごく広がるぜ。果汁量も2倍に増量されて、ますます美味しくなったんだ。なるほど、進化が止まらないわね。さらには、ハイチュウアイスなんかも登場したぜ。アイスもあったなんて知らなかったわ。ハイチュウ自体も、これまでに211種類が発売されて、世界20カ国以上に広がってるぞ。英語圏ではハイチュウって名前で売られており、大人気なんだ。味の種類が豊富だったり、アイスになったり、現在のハイチュウは大活躍なのね。四つ目は、ガリガリ君だ。ガリガリ君は昭和からある、大人気のアイスだよな。そうね。でもどのような味があったかしら？そうだ、コーラ、グレープフルーツの3つのフレーバーが最初に登場したぜ。そうだわ、よく見かけるわよね。アイスと言ったらガリガリ君って人も多いと思うわ。もちろんだ、赤城乳業の超有名商品で、アイスの中でもトップの人気を誇ってるぜ。私も、夏によく食べていたわ。でも、ガリガリ君といえば、当たりくじがついているところだよな。当たりくじ？そうだったかしら？商品の棒には、くじがついてるんだ。
アイスの棒に1本当たりと表示された棒が出たら当たりだぞ。くじ付きなのね。でも、その当たり棒って何がもらえるの？買った店に行って当たり棒を渡すと、なんと商品1本が無料で手に入るって仕組みだ。なるほど、それは楽しみながら食べられるわね。そうだな。お得感があるのもガリガリ君の魅力だ。なんせ夏に食べるガリガリ君は最高だぜ。そうね、夏にぴったりだものね。あの氷のガリガリ感がたまらないわ。それがガリガリ君の良さなんだ。続いて現代の、ガリガリ君を紹介するぜ。昭和と比べると、味の種類やガリガリ君リッチなど、様々な商品が増えたんだ。確かにそうね、たまに、変な味も出しているわよね。そうだな。作戦として、新しいフレーバーをどんどん投入して、ガリガリ君を年間商材にすることを目標にしているんだ。その効果もあって、今でも夏に限らず、ガリガリ君は大人気だぜ。そうだったのね。新しい味は頻繁に出しているのかしら？一時期は、新しいフレーバーを2ヶ月ごとに投入してたぜ。他にも、ガリコちゃんやリッチシリーズも登場させているから、種類は豊富だな。そうなんだ、新しいフレーバーがどんどん出てくるのね。中には、ちょっと異色なフレーバーもあるんだぜ。例えば、2012年にはリッチシリーズの中でコーンポタージュ味が期間限定で発売されたんだ。記憶にあるわ。有名になったわよね。それがネット上で話題になって、ブログや情報サイトで食べ方や調理法が紹介されてたり、味に関して賛否があったりしたぜ。コーンポタージュ味って、アイスにしては、ちょっと珍しい味だものね。これまでに、どのくらいの味が登場したのかしら？ 50 種類以上のフレーバーが出てるみたいだぞ。なるほど、いろんな味が楽しめるのね。でも、人気、不評のフレーバーが気になるわね。2009年のマンゴー味が美味しくて人気だったぜ。2010年代では梨味が一番人気だったみたいだ。でも逆に、ミント系が流行ってた時に発売した、グレープミントシトラスミントは不振だったぜ。確かにアイスには合わなそうね。それと2014年にはナポリタン味が発売されたが、すごく不評で、3億円もの損失が出たって話だ。ぶっ飛びすぎよ。そうだな、ナポリタン味のアイスは想像つかないよな。2023年には20年ぶりに、ガリガリ君ソーダ、コーラ、グレープフルーツの3つがリニューアルされたんだ。昭和から続く味がリニューアルされたの？かき氷の部分がより粗く削られて、より爽やかな後味になるように調整されているぜ。20年ぶりのリニューアルなのね。新しいガリガリ君を食べてみたいわ。これからも新しいフレーバーがどんどん出てくるだろうから、楽しみにしておくといいぞ。5つ目は、チロルチョコだ。チロルチョコは食べたことあるか？あるけど、どんなお菓子だったかしら？チロルチョコは手のひらに収まるコンパクトサイズのチョコレートだぜ。いつ頃からあるの？チロルチョコ、1948年からあるんだ。結構前からあるお菓子なのね。それでどんな経緯でできたの？もともとは、バラ売りのキャラメルを売っており、結構ヒットしてたんだ。でも、一時期、売り上げが減ってしまったことが原因で、子供でも買える安いチョコを作ることになったことが由来だぜ。初めはキャラメルを売っていたなんて知らなかったわ。1962年になってチロルって名前でチョコの販売を始めたんだ。そんな過去があったのね。でも、なんでチロルって名前なの？それは社長がチョコを作るためにオーストリアのチロルを訪れたことがきっかけだぜ。そこで感じた爽やかなイメージから名付けたって話だ。そうだったのね。チロルチョコの特徴といったら、様々な味の種類よね。そうだな。初めに生まれたのはコーヒーヌガーだ。ヌガーは練乳が練り込まれているもので、子供でも食べやすくなってるぜ。そこからワイン味、アップル味と昭和時代には19種類が発売されたぞ。懐かしいわね。今のチロルチョコが気になるわ。では現代の、チロルチョコを紹介するぜ。昭和から現在まで、味の種類はどんどんと増えていったんだ。今までで、なんと400種類以上もあるぞ。400種類以上って、すごい数ね。だよな。年々種類は増えてきているぜ。年間で言えば、20から30種類の新商品が誕生しているんだ。そんなに種類があると、毎回新しい味が出るから飽きないわね。その通りだ。中には、大ヒットして、定番化したものもあるぞ。そうなの？どんなものがあるのかしら？例えば2003年に発売されたきなこ餅は、最初は冬のバラ液パックに入ってたぜ。そこから大人気になって、単品で出すことになったんだ。それで、テレビ、口コミでも広まって、5ヶ月で約1700万個も売り上げた大ヒット商品になったぜ。なるほど、口コミの力ってすごいわね。最新の味はどんなものがあるのかしら？最新の味では抹茶餅や、北海道土産の良いと負けの味も登場したぜ。他にも、いちごスイーツ専門店いちびことのコラボでいちびこミルクなんて味も登場してるんだ。コラボもしているのね。さらにクリームチーズチョコ味も登場したな。クリームチーズチョコってどんな味がするの？
滑らかなクリーミー味で、キリとコラボした商品なんだ。新しい味が生まれるから、飽きないわね。その他にも、自分の選んだ写真を元にしたパッケージの、チロルチョコが作れるサービスもあるぞ。え？自分でチロルチョコのパッケージを作れるの？オリジナルの画像をパッケージにプリントできるデコチョコは大人気のサービスだぜ。私の顔をパッケージにしてみたから、食べてみてくれ。いらないわよ。6つ目は、ポッキーだ。ポッキーは私もよく食べるわ。でも、ポッキーってどのように生まれたのかしら？昔、江崎グリコの開発担当者がプリッツにチョコをコーティングする方法を思いついて、試したのがきっかけだぜ。ポッキーってそんな風にして生まれたのね。最初は全体にチョコをコーティングするつもりだったんだが、手を汚さずに食べる方法が難問だったんだ。そこで、スティック状のクッキーの一部分だけにチョコをコーティングするスタイルにしたぜ。工夫して生まれた商品だったのね。昭和時代のポッキーは、どうだったの？パッケージは最初、横長の箱のデザインだったんだ。でも、1976年にリニューアルされて今の縦長の箱になったぜ。なんでそんな変更があったの？コンビニやスーパーマーケットが普及して、ポッキーを店頭にきれいに並べやすくするためだったんだ。時代の変化に合わせてデザインも変えたってわけだな。昭和時代にも、様々な変化を遂げていたのね。現在のポッキーはどうなのかしら？では、続いて現代の、ポッキーを紹介するぜ。昭和時代はポッキーって言えば、シンプルなチョコが主流だったよな。最近は果肉入りのイチゴ味や、チョコのコーティングが厚いポッキーなど、高級感があるポッキーが登場したんだ。私のようなお金持ちにはぴったりね。ネームは貧乏だろ。他にも、抹茶味やアーモンド、サクランボ味なども登場しているんだ。さらに、ポッキー極細っていう、通常の半分の細さに仕上げたポッキーもあるぞ。全部試したくなっちゃうわ。それに、ジャイアントポッキーという、通常の 1.5 倍の大きさのポッキーまであるんだ。また、お土産専用の味や、期間限定のジャイアントポッキーもあるぜ。そんなに大きいの？それは食べ応えがありそうね。そうだな。でかいから、贅沢な気分になれるんだ。入れ物も一袋に一本と、贅沢仕様になっているぜ。ポッキーってたくさん入っているイメージだけど、贅沢なポッキーもあるのね。これからも、新たなポッキーが生まれるだろうから、楽しみだな。そうね、新作には注目しておくわ。7つ目は、チョコボールだ。チョコボールも、昭和から令和まで続く歴史あるお菓子だな。チョコボールっていつからあるのかしら？1965年に、テレビアニメ宇宙少年ソランをマスコットにして、チョコレートボールを30円で発売したんだ。今のキョロちゃんじゃないの？そうなんだ、ソランってアニメのキャラクターで、宇宙リスのチャッピーが、チョコボールのマスコットだったんだ。ただし、その後キョロちゃんに変わっていってるけどな。キョロちゃんには、いつ変わったのかしら？キョロちゃんは1967年に宇宙少年ソランの終了と同時に登場したぜ。当時は、ピーナッツボール、チョコレートボール、カラーボールの3つのバージョンがあったんだ。そして、1969年には商品名がチョコボールに改称されたぞ。ここでやっと名前が、チョコボールになるのね。さらに1973年にはチョコボールピーナッツとチョコボールキャラメルが発売され、定価も50円に変更されたんだ。そうなんだ、今の形に近づいてきたわね。それに1974年には、箱の上部に、くちばしを引き起こすデザインになり、これが現在のチョコボールの原点になってるぜ。あのくちばしは、昭和時代に生まれたのね。そうなんだ、一番の特徴はなんといってもエンゼルマークだよな。私も集めてたわ。1967年から始まったんだが、金のエンゼル1枚、銀のエンゼル5枚でもらえるという仕組みは、当初から変わってないぜ。また、豆知識としてエンゼルマークに有効期間はないんだ。そうなの？それは知らなかったわ。エンゼルで交換できるおもちゃは今と違うのかしら？その違いについては、現在のチョコボールの時に紹介するぜ。では現在の、チョコボールを紹介するぞ。今では、ピーナッツやキャラメル、イチゴとかの定番フレーバーに加えて、期間限定の新しい味が加わってるんだ。そうなの？どのような味があるのかしら？2024年1月にはパイシュークリーム味が発売されたぜ。パイシュークリーム味ってどんな味か気になるわね。さらに、昭和と今では、エンゼルを集めてもらう、おもちゃの缶詰にもいろいろ変化があったぞ。例えば、昔は、おもちゃより漫画がメインだったんだ。そうなの？おもちゃの缶詰でないのね。名前も漫画の缶詰と、今とは大違いだよな。なるほど、今はどうなのかしら？最新の、おもちゃの缶詰は、キョロちゃんを使った新しいおもちゃなんだ。どんなおもちゃなのかしら？なんと、プログラミングで歌うキョロちゃんなんだぜ。進化しすぎよ。背中にボタンが9つついてて、それで曲をプログラムできるんだ。なるほど、おもちゃが進化してるのね。今後のおもちゃの缶詰の進化にも期待だな。
というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。だぜ。